シュガー、アイス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 、久しぶりだな、お前たち。はいはい、久しぶりです、隊長。いやー、この戦場に帰ってきたのは久しぶりだ。お前たちアフガン戦争の時に以来か。はい、そうですね、隊長。いやー、お前たちと一緒に戦える時が来るとはな。隊長、しかし、どうした。今回の目標何ですか。もちろん、この戦場でトップを取ることだ。さすが隊長、やったぜやったぜ。トップを取ることが目標だ。誰だこいつ。隊長、一人招待増えました。ベスです。お前誰だ。俺たちの隊に入りたいのか。5人目として招待するべきか、俺たちの。いや、しかし俺たちの招待は女は入れねえ。もう一人女が来てしまった。また女が来てしまった。俺たちの招待には女は入れねえぜ。隊長、どうしましょう。男だけの戦場、そう、ようこそ男の世界へ。マンダム、行くぜ行くぜ。おい、さあ戦場だ。これはマップのこの方向から来ている。さあ、まずは進路をしっかりと見定めることだ。この方向から走っている。はい、そして俺たちが行くべき場所、はい、どこでしょう。どこでしょう。そう、この辺はまず危険ということがすでに分かっている。ここはもうバミューダトライアングルだ。やべえ、超やべえ。なるほど。そう、だからこのバミューダトライアングルを観測できるこの山の上に行くんだ、俺たちは。山の上で。あ、遺跡です、遺跡ですか。わかりました、わかりました。そう、遺跡の上だ。わかりました。道中車が見つからなかったら即連絡しろ。見つかったら即連絡しろ。はい、わかりました、わかりました。隊長の仰せのままに。じゃあ隊長、あとは公開予定地点はここだ。緑のピンポイントぐらいで公開を開始しろ。わかりました。この緑のとマーカーから直角に曲がればいいんですね。わかりました。そうだ、行くぞ。そろそろ開始してんだ。わかりました。みんな準備はいいか。はい、ゴーゴー。ここで島隊員、お前どこにいるんだ。お前、え、君たちの後ろにいますけど。俺の目が確かならば、お前は直角に降りていったか。お前どこにいるか。お前、あ、ほんとだ。何これ、なんで俺こんなところに降りてんの。これ島隊員、お前話は聞いていたのか。え、聞いて聞いてた。山の上行こうと言ってたのに、お前どこ行こうとしてるんだ。聞いて聞いてた。あれなんでこんなところで降りたんだ。いや、ちょっと俺普通に降りてたつもりだったんだけど、なんでこんなところに降りたんだ。わかりました。大将、これはあれですよ。はい、お前まず、そうだ、車両を見つけることに専念しろ。わかりました。次は二の次だ。で、車両を見つけてすぐ合流します。やった、バギー見つけた。これで行こう。よし、いいぞ。この状態にさっさとこっちに来るんだ。わかりました。これできましたね。エミルを回収するんだ。わかりました。エミルを回収しろ。乗れよエミル。ありがとう。はい。お前が車を見つけたあの街に敵はいたか。確認できた範囲ではいませんでした。ただし目の前にバギーあるやん。そうなんすよ。そうなんすよ。そうなんすよ。何後ろから追突してんだ。ぶち殺すぞ。いや、すいません。これは僕乗りましょうか、バギーに。どうだ。全員乗り物に乗るぐらいの気持ちで行こう。わかりました。乗りましょう。あと一人乗り物を見つけたらエミです。お前もそれに乗るんだ。了解です。行きましょう。隊長が戦場を切っている。ついていくぞみんな。おー、いい建物があるじゃねえか。うん、隊長、ここはやめた方がいいと思います。あーっと手が滑った。はい、あー、すいません、申し訳ありません隊長。あー、申し訳ありません隊長。こんなところで兜防御してる暇はない。ない、そうだ。ダメだな、アイテムは落ちてねえ。いるんじゃないか。建物の中にバイクごとねじ込まれちゃった。すいません隊長、ちょっといい、ね、ペーパーなもんですいません。まずいぜ、敵が。敵中だ、敵中、敵中だ。これはやばいんじゃないか。いけるぞ。いいか、マップの最西端の街へ行くぞ。お、あ、あの黄色ピンのとこですか。そうだ、具体的にはあそこで問題ない。さあ、さっさと移動するんだ。わかりました。行くぜ。移動途中に車がある。エビル、よかったらそいつに乗るんだ。どこ、 あった目の前、目の前。エビル、早くこの車に乗るんだ。ほら乗れよ。そうだ、まあ、ガンってぶつかって、ほら乗れよ、乗れよ、乗るんだ。早く乗れよ。迅速な行動がタイの命だ。ちょっと待って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 、これはルール違反やろ。お前ちょっと後が覚えてくる。どうしたんだエビル。お、なぜエビルさんはそんなずっと車に乗ってるんですか。偵察してました。なるほど、いいだろう。それは結構いいことですね。どんどん大将、2回目スナイパーライフルの拡張。エミル、エミル、どうした。エミル、何があったんだ。エミル、どうしたんだ。よし、今すぐ俺が助けてやる。頑張ってしまった。大丈夫だ、エミル。申し訳ないし、俺が助けて。
待て待て、これしまたい。今確実にかけてきたぞ。今俺たちに向かって手榴弾を投げた。いや、してない、いや、してない、してない、してない。これしまたい、お前、なんてことするの、隊長に向かって。してない、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 してない。気のせいです、気のせいです、隊長。隊長、気のせいです。ちょっと、分かった、これしまたい。バッとして、お前がエミールを救助しろ。わかりました、間に合わなかった場合、お前の武装は全部取れ。わかりました。救助します。まずお前が救助しろ。わかりました。どうぞ。お前は車に乗って遊んでねえで、とりあえずアイテムでも探すんだ。あ、わかりました。ありがとう、ここでしまたい。いえいえ、エミール、ない。あ、そうですか、ありがとうございます。いやいや、救出しました、隊長。これでよろしいでしょうか。何だな。よし、ちゃんと救出したな、よし。はい。まずは、ピンを刺した場所まで行くぜ。いいな。いや、今、あれが、救援物資が来た。何？ない、ない。よし、わかった。お願いします。はい。お前がこれしま、何発砲してるんだ。今僕のことをこいつら引いてきました。ちょっと、いや、これしま、はい、分かった。お前は救援物資を見に行け。僕が見に行くんですか。じゃあ車撃ちてください。おい、何パンクさせようとしてんのこいつ。使うんだ、早く帰るわけねえだろ。で、救援物資あそこですか。わかりました。まずいぜ。敵だ。敵ですか。地球こっちへ来てくれ。はいはい。あ、隊長が死にかけている。はぁ、まずいぜこいつは。はっ、右後ろから。あ、バイクが来てる。よし、なんとかしてお前ら倒すんだ。はい、了解しました。隊長しまった。エミル、エミル隊長。あ、やっべ、うわー、くれねえのか。クソ、敵なかなかやるじゃねえか。ああ、ありがとうエミル、お前の手当てが心に染みるぜ。ありがとう、ありがとう。隊長でございますか。ああ、すまねえ。早く隊長を助け。あ、スモークレーザー、素晴らしい、ありがとう。お前たちの救助のおかげで助かった。ふぅ、敵はどこにいるんだ。敵にどこにいるんだ。これしま、気をつけろ。俺たちが向いている方向、つまり救援物資の方向に敵がいる。わかりました。こっから大事を取って突っ込むんじゃねえ。わかりました。しかし、先ほど懲罰の関係もあるゆえ、もしヤバいと思ったらこの島、お前を全部突っ込め。全部ですか。せめて武器は携帯させてください。隊長、さすがに全裸はまずいですよ。そうですよ、武器を携帯させてください。いや、待て待て、全裸というのはだな、メイン武器を一つだけ持って、他は全員、他のものは隊員に全部預けろ。そしてお前突っ込んでくるんだ。わかりました。そして勝てたら見事その物資をパクってお前は最強になって帰ってこい。でも勝率を上げるためにはせめて回復物資は持たせていただけないでしょうか。継戦能力の点を考えて。大丈夫だろ、お前なら大丈夫だよ。隊長ゾブダイ、大丈夫か。そんなに派手に車を乗ろしまったら事故っちまうぜ。大丈夫だ隊長。隊長、お迎えに上がりました。大丈夫だ、俺は車には乗らなくて大丈夫だ。大丈夫ですか。大丈夫だ。隊長、何ビビってるんですか。いや、ぐるんぐるん回ってる。俺はこの状況下で敵に気づかれることを恐れてるんだ。まずはゾブ。敵中だ。敵中だ。何？いや、いい判断だ。このスモークレードは逆に俺たちの身を隠してくれるぜ。よし、いいぞ、残り19人。いい感じだ。何も入っていない。取られている。そりゃそうだろう、俺がさっき全部パクったからな。隊長やるじゃないですか。隊長やるじゃないですか。この島隊員、お前に突っ込んでこいとは言ったが、俺はそんなことはさせねえぜ。ゾブ隊員、大丈夫か。お前だいぶ酔っ払った運転をしてるようだが。お前何言ってるんですか。平常運転ですよ。ダメだ、今すぐ降りろ。お前だいぶ手元にハンドルを操作するってか、だいぶ肩が来てるようだ。ダメだ、今すぐ降りろ。草っかい。わかりました。よし、いいぞ。もうそのバイクは破壊しろ。わかりました。破壊します。敵の手に渡ることを考えたら、もうこんなもんねえ方がマシだぜ。よし、いいぞ。危ねえ！危ねえ！普通死ぬかと思った。エミル普通に死んだかと思った。エミルがマジでやばかったぞ今。危ねえ！エミルの目の前でパンチ。いや俺絶対死んだと思った今。よかったよかった。大丈夫だ、俺は救援物資からスナイパーライフルを手に入れた。これで何とかするつもりだ。なるほど、さすが隊長。何じゃねえ。僕はやらなきゃなんていいんだ。なんだかんだ言って結構もう佳境ですぜ。
や本当にそうだ、いや俺たちはどっか遠くはだけになんねえからな。さすが隊長の指揮系統能力が素晴らしいからこそですね、これ。実は隊長よく見ろ、俺たちはこのように線を背負っているということは後ろからの襲撃はないはずだ。なるほど、確かに、まあ、安心して前進することができる。さすが隊長。しかし隊長、僕は隊長から与えられたショットガンしか武器を持っていません。どうすればいいでしょうか。ほんまや。と UP を明け渡そう。俺は最後のスナイパーライフルだけで戦う。隊長、これ僕です。もし隊長、もしよろしければ私に9ミリを少し分けていただけてありがたいんですが。ちょっと待ってくれ。ゾム隊員、俺、我々のつけていたら、あ、撃たれてる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 。隊長、まずいです、隊長。隊長！隊長！どこだ、敵はどこだ。わかりません。全く撃たれてる場所がわかりません。あ、隊長。すまね。隊長。隊長がやられてしまった。グス、グス、隊長、グス。あ、惜しい。すごいいい人だったのに。惜しい人をなくした。ペッ、うん、クソ野郎が。調子乗りよってからね。したい、したいよ。調子乗ってからよってからに、ほんま。敵がいる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 ？マジ？マジ？俺はやばいんじゃないか？特に俺。やべ。でもこれ移動しないとマジでやべ。だね。めっちゃめっちゃめっちゃやべ。そのまま最寄りエリア外で死ぬんだこれ。隊長！お前はそのままエリア外でさっさとのたれ死ぬんだ。隊長！犬のように這いつくばって死ぬがいい。なんてことだ！